己の残白刀を目覚めさせた死神は知らなきゃならねえんだ。自分の魂の在りかを。うちだ。逃げやがったな、あの野郎。親と喧嘩した女子高生か。折れた残白刀も直せずに追い返されたなんて。そんな何回も謝るぐらいなら子供は大人を頼ればいいの。いない。俺帰るわ。追い返されたんだろう。今がその時だ。お前の母さんは。私は黒崎まさき。大将どこですか。あんた仕事してもらいますからね、芝隊長。クラ藤四郎、あんたまで何言い出してんのよ。まんじゅう知らないねえ。うるさいな。まんじゅうなんて今どうでもいいでしょ。希望してます。あ、ちょっとからなおさら。なおさらここで待ってなきゃいけねえだろ。なんでこちらに。なあ、便所探してたら迷っちまって。まさきさん。私ですか。これはまあぶちぶちです。先代が亡くなり兄弟もなし、ただ一人の黒崎家となったあなたは。お父様は。ヒュンフトフェルトです。許すも何も怒ってなんかないって。ああ。ごちそうさま。マサキは、彼女は、母様が果たして僕との結婚を喜ぶだろうか。お優しいです。喜びがなければ未来に目を向けることなどできないからだ。